久保さん、今回洗脳社会にしましま僕はあの正月ぐらいに風邪をひいたんですよ。風邪を。もう完全風邪なんですよ。完全風邪です。まあ完全風邪病院行ってないんだよね。風邪かどうかわからないけども、風邪っていうね。うん、過去僕が四十約40年生きてきて、あ、風邪だろうと。同じ症状だなと。でね、あのー、 なんだあのインスタで風邪ひいたみたいな話をしてて、ね、治らないみたいなまあ年取って治らないんですよなかなかであの,あのコロナじゃないかみたいなねオミクロンじゃないかみたいなねすげえ言われていやーないなーみたいな <laughs> ないなーみたいな <laughs> ないっすねうーんまああのなんだ 病院って検査したわけじゃないですけど、ないっすね。うん。まあ、たどうなんですかね、まあ、か,かかってないと思うしかかったことがないので、多分その、風邪の症状とちょっとちゃうんじゃないかなっていうのは、風邪と全く同じなのかな。これちょっとなんかち違うぞってわか、40年、まあ、一応僕、約40年生きてるんですけど、 なんかこれちゃうなみたいなのは感じないのかなまあかかってみないと分かんないですけどね。うんまあとりあえずあの普通に元気にやっておりますんでうんまあ今後ねあのどうなるか分かんないですけどう<ー>ん <laughs> まあマスクもねうん。なんだ礼儀みたいなところありますよね。 相手に対しての礼儀みたいなところありますよね。うーんまあ正直そのまあ鹿児島の田あの田んぼの田んぼのねその一人で歩いてる田んぼの中の持ち寄り一人で歩いてるマスクいらないですよねだけどなんだこれも面白くてそのなんだろうなこのマスクしてないしてしてず歩いてるとなんだろうな なんなんでしょうね、この、なんか圧迫感がありますよね。さすがに久保、まあ、どうなんだろうな、久保さん、今、マスクせずに、普通になんか、スーパーとか入れます久保さん、どうなんだろうな、マスク全くせずに、まあ、意味があんまないと思うんですけど、マスクしてもね。まあ、そうは言ってもあの、スーパーの買い物する時に、久保さん、どうなんですかね、マスクせずに。 あのやってますかスーパー僕あの外出する時はもうマスクしてますけど <laughs> 一応 <laughs> うんやっぱこれもねまあ自分では別にねマスクまああんま関係ねえんじゃないかなと思っててもやっぱり動かされるわけですよね <laughs>、まあ、いろんな要因でねそのいろんな要因っていうのは何だろうなだから久保さんが箸の持ち方ね箸の持ち方の話も毎前したと思うんですけど 別に箸の持ち方の,その目的って別に何だろうな食えればいいわけじゃないですかスプーンでもフォッグでもいいだろうしでも箸の持ち方が汚いとどうなんだみたいなっていうなんかそのテーマがあったんですけどであのー、まあ確かに別にどんな持ち方でもね、まあ、食えればいいわけじゃないですかだけどまあ一般的にね箸の持ち方がまあいい,いい方がいいよねみたいな。 汚いいいよより、まあ、綺麗な方がいいよねっていうところでまあ息子には教えますみたいなね <laughs> だから何だろうな建前と本音というか本音と合わせないといけないところ本音はこう思ってるけど一応合わせないといけないみたいなのもやっぱ世の中ありますからねうんはいいってらっしゃい